ビレム・ファン・ハーヒトはバロック期のフランドルの画家、エングレービング作家である。芸術作品の収集室やコレクションの風景を描いた絵画で最もよく知られている。ビレム・ファン・ハーヒトは風景画家、トビアス・フェル・ハーフの息子としてアントウェルペンで生まれた。トビアス・フェル・ハーフはピーテル・パウル・ルーベンスの最初の詩であった著名な画家である。ファン・ハーヒトは 父から画家としての最初の手ほどきを受け、ルーベンスの下で指導を受け、1615年から1619年までパリで働いた後、約7年間イタリアに旅行した。1626年にはアントウェルペンのセール家組合のマイスターとなり、1628年以降はコルネリス・ファンデル・ヘイストが所有する美術コレクションのキュレーターを務めた。 ファンデル・ヘイストのコレクションは1628年の絵画コルネリス・ファンデル・ヘイストの収集室に偶意的に表現されている。絵画の左側にはスペイン王女、イサベル、オーストリアの大公アルブレヒト、ルーベンス、ポーランドのブワディスワフ王子など同時代の様々な著名人の肖像画やクエンティン・マサイスのパラケルススなど多くの有名な絵画が含まれている。 1630年頃の別の絵がアペレスの工房を訪れるアレクサンドロス大王はルーベンスのコレクションから引き出された要素の理想的なイメージであると信じられている。ありがとうございます。